新興等清掃工場日本最大規模のゴミ、焼却施設で1800トン、未知の処理能力を持ち、排熱を利用して最大5万キロワットの発電を行う、廃棄物発電は、廃棄物をエネルギー源として行う発電、ゴミ発電とも言われる、再生可能エネルギーである、バイオマス発電に分類される、地球温暖化問題に絡む化石燃料代替の、 ための新エネルギーとして注目されるようになった経緯を持つ。ただし、燃焼させる燃料としての廃棄物には、プラスチックや化学繊維など、化石燃料由来のものも混じる理由から、厳密には燃料すべてが、再生可能エネルギーとは言えない。火力発電の模式図廃棄物発電では、可燃ゴミを燃料として利用し、発電を行う一般的には、 可燃ゴミを焼却してその熱を回収し、湯を沸かして蒸気タービンを回すことによって発電を行う火力発電の一種である。廃棄物焼却施設は都市均衡に設置されている理由から小規模ではあるものの電力消費が大規模にならざるを得ない都市に直結した分散型電源施設という捉え方がある。廃棄物を燃焼させた後に排出される排出ガスには ボイラーなどの金属部品の腐食を誘発する塩化水素などが多く含まれるため一般的な火力発電所と比較すると蒸気温度を低温化させる必要があることが発電効率の低下につながっている発電効率は二十数パーセントと一般的な火力の半分以下でしかないこれらの基地の問題点については様々な新技術を用いて問題を解決する 技術的発展を含む努力が行われている。日本における初期の廃棄物発電は、1935年、東京市深川の市営人海焼却工場で、2機のボイラーによる発電が計画された記録がある。その後、1990年代後半から発展しており、得られた電力は施設の運用に使用し、残りを2002年に導入された。 RPS 法の規定を利用して電力会社に売電される。ただし、廃棄物発電施設からの発電に関しては施設そのものが小規模であることに絡み、発電ボイラーを設置しても安定電力供給ができないこと、ボイラーの設置費用が回収不能であること、電力会社から余剰電力の買い取りを拒否される事例が多いことなどが報告されている。 2019年度の一般廃棄物総排出量は約4274万トンであり、このうち直接焼却率が廃棄物総処理量の77.1%、直接最終処分率が同じく0.9%、リサイクル率が19.6%となっており、焼却率の高さが大きな特徴となっている。 また2018年度の日本の廃棄物発電による総発電量は約 9553GWh で約321万世帯分の消費電力と環境省は計算している。日本ではゴミ処理施設を再生可能エネルギー回収施設として見る視点の意識は希薄であるとされ、また廃棄物発電そのものの発電効率も低く、 廃棄物発電そのものがゴミの減量、リサイクル化に逆行するものとする意見がある。またゴミの燃焼に伴う環境負荷の観点から見てもゴミ処理施設は小規模である方が望ましいともされている。京都市の東部クリーンセンターへ焼却炉の余熱を供給では発電した電力と蒸気を隣接する下水処理場へ供給していたが、 合理化及び施設の老朽化に伴い2013年3月をもって休止した。2018年より今治シュクリーンセンターは特別養護老人ホームなどを含めた隣接公共施設へ電力を供給している。余った電力は売却し、その売却益を施設の維持管理、市民利用料に充てている。また、東日本大震災において、 電力がないために焼却炉が稼働できなかった事例を踏まえ、災害時にはその自家発電機能を利用した焼却炉の稼働と住民の災害避難所としての機能も整備されている。アメリカでは1980年代のエネルギー政策などの影響により廃棄物発電の導入が進んだものの、1990年代には、 成長が鈍化し、2014年現在では、再生可能エネルギー促進策の一環としての導入促進策が進んでいる。欧州連合では、産業廃棄物の埋め立て規制及び、再生可能エネルギー政策の影響により、2000年代以降に廃棄物発電の発展が進んでいる。2011年12月に再生可能エネルギーに関する FIT 制度が開始され、 これに廃棄物発電も含まれており、2015年までの累積発電量は200メガワットである。マレーシア国内での廃棄物発電は未だ事例が少ないものの、セランゴール州カジャン市近郊で700トン、未知の都市ゴミを受け入れての RDF 発電が行われており、また同時にゴミを分別した上でのリサイクルも行われている。 この RDF 発電での発電総量は8.9メガワットになっている。ありがとうございます。